もう撮影中になってるっけ。え、ドローンに向けてて。はーい。え、ドローン追っかける感じ。うん。草が絡まってる。どこ到達するか。あ、遠くに行ってしまった。あ、なんかぶつかった。なんか音がした、音がしましたよ、なんか、うん、やばそうな音が、なんかカキーンとかって、はいっと、腰が悪い。何かがない。うん、あ、それそれそれ、足元。ん、あ、あった。あ、全部飛んだ。あと3つ。あと3つ。あ、そこと、うん、私のスマホの電懐中電灯出しましょうか。うん、ちょっと待ってくださいね。そう遠くない。こっちだと思うんだ。これに当たって吹っ飛んだと思うんだよな。ん？おお、ちょっと危ねえ。危ない危ない。あ、あった。2つある？1個しかないけど、とりあえずこれかな。これですか。ん、これ違う。いや、それだ。もう一個。もう一個多分割と近そうな気がする。多分そう遠くないと思うんですよ。うん、あと一個ですか。もう一個。あ、先にじゃあこれ。うん、ありがとう。よいしょ。うん、あの撮影中になってますけど大丈夫です？うん、大丈夫。どこかな。うん、多分割と近場だと思うんだけどな。こちらかな。こっち側だったし。全部そっち側でしたっけ？
三つ手元にありますよね、でも。うん、ある。不思議の世界に行ったのかな。え、そんな。あ、ジブリみたいに。いや、そんな、まさか。確かに、あの、足元がぐちゃぐちゃなのが嫌だな。東大元暮らしってやつかな。大丈夫ですよ、別に。ちょっとサンダルが高いけど全然平気です。うん、またギルモが高かったね。諦めた。またギルモ探せばすぐ出てくるかもしれないし。そうしましょう。なんかありそうな気がしなくもないけど、まあ、また昼間に行けますか、じゃあ。うん。なぜ見つからないんだろう。おっと。なんでこんなとこに。なんで。あんまり口動いたけど。いや、だって相当吹っ飛んだってことになりません。うん。この子どうしたら全く飛ばないんて。へー。飛ばないんだ。10万ぐらいの買い物だったもんね。でも値段高くなると、もっとあれちゃんとしたやつだと、もっとだいぶかかりますよね。うん、自動で飛んだりするもん。へえ、すごい。羽二つ取れてますけど。三つ飛んで。あ、嘘。せっかくでくっつけようかな。すぐ飛びやん。ドローンってもっと簡単なもんだと思ってたんだけどな。でもただ飛ぶだけだし、これは。うんうん。じゃあお風呂を通すとか絶対無理だよね、こんな飛行能力じゃ。あ、待って。こんなクルクルになったら、撮影にならないっていう。絶対ピント合わない。とりあえず1個。うん、全部揃ってる。はい。ミヤもこの羽つけなくて。すぐ飛ぶ。
4つのスロープだから順調に回転を送れば、うん、すぐ上に行くはずなんだけどな。おお、ああ失礼疲れてるみたいだねそんな好かれても機械に好かれてもな。いつかさ、うん、川とかさ、屋根の上とかに行く気がするんだけどそんな気がする。どっか、あ、どっか、答えつかない、うん、上に落としたんだ。なんかの寿命は短そうなんだ。なんか追ってるし、ね、なんだこれ。あ、もう終わってる、いきれい全然到達しないな。ありがとう。はい、いいえ。ちょっとすいません。